散歩歩けば全部忘れる鳥頭が金融庁報告書を5分で読むと大風呂敷。今はこの二重国籍曖昧議員のマスコミ向けの醜悪な切り口上を面白がる人はそう多くないと思うが、ご本人と取り巻き連は、この人に悪辣非道な安倍政権を印象つけるキャッチフレーズを出させたいと苦心惨憺しているらしい。 無理して作るから大道芸人のような大風呂式ばかり続々だ。今回も、金融庁の年金以外に2000万円貯めて云々の51ページ報告書を読んでいないと答えた財務大臣を。一番驚いたのは、5分で読める報告書です。それを担当の麻生大臣が読んでいなかったというのに驚きました。しかも都合よく解釈し、 25万円あれば豊かな生活ができるから5万足りない。そこは赤字と言ったのが不適切と言ってたんですが、この報告書のどこにも25万円が豊かな生活の額だというのは書いてありません。読んでない人がめちゃめちゃなことを言っている、びっくりしました。総理は結構声を荒げて答弁されていたが、内閣総理大臣として器が小さい。 小さすぎると思いましたと言いたい放題。この金融審議会市場ワーキンググループ報告書高齢社会における資産形成、管理は PDF で公開されている。省庁が発行する正式な報告書だ。専門用語を調べながら読まないと内容が把握できないが、相当慣れた人でも30分程度かかる。大体省庁発行資料は、 内容理解でわからない点は、官僚に直接尋ねないと理解できないような箇所もあるのだ。モデルだかテレビタレント出身だか知らないが、いつどこで有能官僚並みに素早く膨大データを速読理解し、文脈を練り上げるほどのお勉強をされた。あのさん極まる事業仕分けの時、省庁から出された資料の内容すら理解できず、 生きり立って官僚を足ざまに罵倒するばかりだったことを思い出した。もっともその姿で妙に人気を博したから勘違いしっぱなしで、襟をそば立てるようになったか。それでも、金融庁の資料を5分で読んだとかは大嘘だろうと思う。やはり鳥頭。